皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんはの方々もいらっしゃいますかね。今回も戦国無双真田丸をプレイしていきたいと思います。では今回は駿河侵攻の第2戦の前にいろいろ武将が登場するそうなのでちょっと見ていきたいと思います。多分前回の町のシーンも入れたいかなと思っている次第です。では始めましょう。では名優左近登場。まあ左近といったらあの人しかいないですね。ではロードします。まあ、島左近といったら武田にいたことがあるという説もあるそうなのでそれを採用してのことだと思います。ではダッシュで向かいたいところですけどいろいろお話ししておきましょうか。ふむ、王城には可憐な姫がいるという話だったな。可憐でありながら戦場で勇ましく振る舞うとか、姫自ら戦場に戦場に立つのです。兵の士気も上がりましょう。なんだと？なんだと？お前は客観的なことしか言わんな。もっとこう、他にないのか。娘が戦場に出ているようなもんなのぞ。あいにく我が娘はジョーカーを売れずこそすれど戦場に立つような女子ではありませんよ。わからんぞ、勇ましく戦うようになるやもしれん。女子の成長は予想できんからと。それは断じてそのようなことは。異常はありません。本当に娘に関しては何か可愛いですね、正幸さん。父上、また説教か、正幸。わしを病人扱いするでない。分かっていらっしゃるのでしたら話は早いですね。少しご遅刻ください。そう言われてもな、屋敷にこもっていた方がよほど気が滅入る。わしはずっとここにおるから、お前たちの働きで安心して長生きさせてくれよ。承知しました。父上が楽隠居できるよう努めます。堅苦しいやつめ、少しはマサテルを見習え。やはり真田家の癒し系キャラみたいですね、マサテルさん。おお、若、先ほど雪村様が顔に刀傷のある男と一緒にいらっしゃいました。とても楽しそうでお話しされていたのでお邪魔することはできませんでした。ですが雪村様の父君は若、あなた様のみです。雪村様もそれをしっかり分かっておられるはず。雪村様の父親の座は若のものですぞ。一体何の話だ。それは一体何の話だってなりますよね。それ正幸様、奇跡の人というのが分かってますね。若様、このお像様、お供えすると明くる日には別のものに変わってるんでさ。こりゃお地蔵様の奇跡だ。さ、若様もよければ何かお供えを。待て、別のものというがそれは別の誰かの供え物ではないのか。いやいや、お地蔵様が不思議な力で交換を。ふっ、まこと不思議な地蔵様だな。では何かあれば備えて。へっ、よきお声かけにございます。地蔵にはお供え物をすることでお返しをもらいます。お返しをもらうまでには時間が必要です。一度戦闘を終えると回収できます。レア度の高い供え物ほどいいお返しをもらいますと。では備えましょうか。奇跡の人ってなんか、北斗の拳の時とか、アミバとか思い出せますね。なんとなくですけど、ではちょっとヨモギを備えます。こんなんでちゃんと返してくれるんですかね。さて、ご
御利益とはどれほどのものか。白いワンコいますね。まさか話したりしないですよね。ここはまだ空いてないみたいですね。商人も多分同じことを言うと思うんで。あ、六文銭ゲージがありますね。正幸、小田原城は難攻不落、いかにして攻める。そうですね、正面から当たるのは無策でしょう。内から崩すのがありそうですね。北条の結束を考えるとそれも難しいか。難敵に喧嘩を売ってしまったのは北条、楽しんでいらっしゃるでしょう。武田の命運がかかっているというのに。難攻不落と謳われる城を落とすは胸が熱くなるものよ。良きかな。これで小田原を落とすことができたら上杉謙信もさぞ悔しかろうな。上杉謙信ですら落とせなかった小田原城ですからね。でも悔しがるどこか、多分さすがは宿敵、いずれ州を別産とか言いそうですけどね。無双稽古ができるようになりました。金を消費して稽古をつけてもらうことで無双ゲージを増やすことができます。キャラクターの階級が上がると新たな稽古を受けられるようになりますとのことです。じゃあ無双稽古しましょう。じゃあ信玄さんができるそうなので信玄さんの階級を上げました。アクション稽古は無理だと。あ、これ階級は軍功さえあれば上げられるってことですね。あ、何か落ちてます。よくミミズなんて触れますよね。僕は無理ですよ、本当に。朝焼き、次は北条攻めだ。今夜には出立だからな。すぐに準備を始めてくれ。承知いたしました。駿河の掌握のため北条への牽制は欠かせないものですからね。ああ、しかし相手は上杉謙信でさえ落とせなかった難攻不落の小田原城、果たしてどう攻めるべきか。小田原を攻め、落とすことが親方様の狙いではありますまい。そうなのか。ではこたびの 出陣の意味は。さて、されば私は出陣の準備をいたします。北条といえば我ら真田に負けず劣らず家族の結束が強いという話だ。絆の強さは時に思わぬ強さを発揮する。心して固くからねばならんな。そうですね。おお、なんだ正幸、照れているのか。我らにはどの家にも負けぬ絆がある。それは恥ずべきことでなく誇るべきことぞ。そうですね、その通りだと思います。お前も分かりづらいやつだな。何かまた黄色い緑のがいますね。ん、あ、ついに島左近が出てきましたね。あれは雪村。父上どうしたんだ。あ、そういうネタはいらないですね。多分知らない人も多いと思います。と誰だ。上に書いてあります、島左近です。何や二人で真剣そうだ。構えはこうだな。もう少し腕を引いて。そうそう、こうですか。ありがとうございます。子守を雇った覚えはないのだがな。父上お帰りなさいませ。これでも軍略家のつもりなんですがね。島左近と申します。ご子息が熱心に鍛錬をなさっていたのでついにね。ご指導をいただきました。そうか、それは世話になった。真田正幸だ。存じておりますよ、信玄公の秘蔵っ子。ぜひ一度お目にかかりたかった。過分な期待は迷惑だな。ご謙遜を。信玄公に軍略を学ばせていただきたいと思いましてね。しばらく武田でご厄介になります。そうか、よろしく頼む。
よろしくお願いいたします。ご挨拶が遅れました。真田幸村と申します。これはご丁寧に。幸村殿、よろしくね。おお、もうこんな時間ですか。日が暮れるの早くなりましたね。幸村、もう遅い。お前は屋敷に帰りなさい。はい。はい、父上。これからまた戦ですよね。ご武運をお祈りします。では、左近殿、失礼いたします。ずいぶん行儀のいい坊ちゃんだ。親の教育が行き届いているわけですね。いや、あれは勝手にあのように育った。特別な教育などないんだ。日が暮れた。そろそろ出発の時間だ。なんていうか、まあ、軍略家なんで、ちょっと黒そうなやりとりでしたけど、まあ、主に正幸さんですけどね。島左近だったな。軍略家と言っていたが、次の戦での働き期待しても良いのか。まあ、ほどほどに。百聞が出しゃばりはしませんよ。ご活躍しっかと拝ませていただきます。ふん、食えんやつだ。いや、左近さんに贈り物を渡せるようになりました。これはさてつをあげます。やるじゃないか。ほう、これは大層なもの。お気持ち受け取らせてもらいますよ。鉱物が金属なのは知っていたもん。正幸様、どうしましょうか。もう砂鉄いっぱいあるんで、もう10個渡しておきましょう。やるじゃないか。キュウリを10本入手。これはもしかして三成さんがキュウリ好きなんですかね。他につながり深そうなのっていないですしね。見回りを続けます。三成さんキュウリだったらちょっと笑いますよ僕は。朝行き、準備はできているようだな。いよいよ北条との決戦だ。勝頼さん、このようなところにいらしてよいのですか。お前と共に出陣するのだ。問題はあるまい。そうです。では遅れないうちに出立しましょう。勝頼さんに遅滞させるわけには参りませんから。承知した。そうだな。ここで話していても始まらぬ。小田原へ向け、急ぎ出立する。行くぞ、正幸。は、勝頼様をお支えいたします。まあ、どこぞの二代目は絶対遅れさすまんですけどね、この人。では、今回はこの辺りで終了したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。次回も見てくださるとありがたいです。では、ありがとうございます。お疲れ様でした。